いや、暑いっすわ。いや、めっちゃ暑いっす。めっちゃ暑い。最近マジ暑くないっす。暑い。こんな暑かったらプールとか行きたいっすわ。じゃあプール行くんすか。こう見えてめっちゃプール好き。むしろあんまりなんか外に行ってないイメージですけど。あんま行かないけどプールはめっちゃ好き。じゃあ、 普通のプール施設とか行くんですか。いや、それは無理。人混み無理なんで。もう無理。誰か自宅プール持ってるところに行きたいですわ。深夜さんちさすがにないですね。ぽいのはあるけど。あれ入ってたんですか。まあ入ってもいいんだけど、浅いから。あ、そうなんですね。なんかヒカキンさんが最近プール付きの家みたいなのあげてましたね。いや、行きたいけど面識ないわ。あとはありそうな人は、ヨシキさんとかあるんですか。やろすと多いわ。ガクトさんちはどうですか。あ、マレーシアはまあありですね。ありなんですね。それはありなんですね。まあ、マレーシアでちょっと観光して YouTube の動画撮って、で帰りプール借りて帰ったら最高じゃないですか。ちょうどいいかもしれない。ガクトさんちあるっすもんね。プールあるある。そうしよう。行くんすか。うん。君来れる。いや、ちょっと仕事がめっちゃあるんで。何の。ちょっといろいろあるんですよ。空港ぐらいまでなら行けますけど。いや、まあ最悪自分で撮るけど誰か撮ってもらいたいな。あ、弟子の犬くんが暇なんで来れそうっすわ。あ、マジっすか。うん、じゃあ犬くんに撮ってもらってください。はい。空港着きました。着きました。え、荷物そんだけですか。いや、まあアジア圏なんでコンビニ行くみたいな。まあまあコンビニにしてはちょっと多いですけどね。芦屋さんは何時の便ですか。23時です。おお、どのぐらい到着まで時間かかるんですか。7時間です。じゃあもう寝て起きたらちょうどいいぐらいですね。ついてそうな感じです。いや、でもこの時間いつももうバリバリ活動してるんで。ああ、機内では読書をずっとして過ごそうかな。ああ、なるほどですね。犬くんはもう来てるんですか。あ、犬くんはあの便が違うんで現地合流になります。あ、わかりました。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。カメラ返します。2週間ちょっとぶりの羽田空港第3ターミナルです。夜なのに人がめちゃくちゃ多いです。今日の部屋はこんな感じです。ぐるっと回れるようになってます。景色は、お、なんだこれ、なんか広場があります。ドッグランかな。今は日本時間で朝8時半。こっちだと7時半です。時差は1時間しかないので、楽です。はい。犬くんと合流しました。お久しぶりです。犬です。ほうれん草とサーモンの何かです。何ですかね、これ。ほうれん草とサーモンの何か。シーフードのなんかです。器が凝ってます。貝殻が貝だけ。どういうことですか。デザートです。何か分からないのが多いですね、ここは。ちょ、何頼んだか忘れちゃった。なんだっけ。なんかアイスです。これパイナップル。これあ、いや、あ、パイナップルじゃないです。ぐちゃぐちゃになっちゃう。スイートポテトのなんか頼んだ。あ、そうそう、スイートポテトです。スイートポテトです。今パビリオンに行ってます。はい。まあ、マレーシアといえばやっぱパビリオンなんで。パビリオンそんな有名ですかね。パビリオン。逆にパビリオンしか知らないです。ツインタワーじゃないですか。でそれ同じ場所にあるのかな。近いですね。近いです。今その辺に向かってます。ベタにパビリオン来ました。すごい、日本語書いてる。あ、本当だ。
東京に一番星とかもスタバもあるスタバどこにでもありますね東京ストリートなんだあ、ほんとだえ、すごい加藤さん加藤さんやばいっすトムとジェリーもあるそれ、今度デニーっすパビリオンを抜けてツインタワーに向かってますツインタワーに向けて暑いっすね暑日本とどっちが暑いですか日本と変わらんぐらいの暑いこっち日傘さしてる人いないっすか日傘さしてる人はいないっすね。なんか巻物してる。巻物。うん。巻物は結構女性はみんな。イスラム圏なので。僕もこれ、日光を遮る UV カットの帽子があUV カットだったんですね。はい、犬だ、犬。え、それウサギです。犬じゃないです。犬は僕です。犬。それもウサギ。犬。それウサギです。これマレーシアの航空かな？いや、オーストラリアですよ、これ。オーストラリアの航空、航空でした。考えるんじゃない考えるですね、ウサギじゃないか。見えてきました。ついに見えてきましたね。結構でもまだ遠そう。暑すぎて、カフェで休憩してます。避難しに来ました。スプライト。なんと紙ストローです。あちゃー。最悪だ。紙ストロー嫌ですよね。あまりの暑さに耐えきれず、はい、タクシーで消火します。しかもちょうど雨がスコールですね。マレーシアは多いらしいですね、はい、スコールが30分ぐらいしか続かないんですよ。ツインタワーの隣のビルに行こうとしたんですけど、犬くんが短パンで来てたので失礼しました。入れませんでした。あいやタワーの麓に来ました。お、いよいよ。わあ、でかいですね、下から見ると。今から登りますか。登りましょう。大丈夫かな、カンパ。あちゃこれは、ソールドアウトです、今日。落ち込んでおります。先生。これだけが楽しみで来たのに。明日行きましょう。明日行きましょう。はい。さっきのツインタワーがなんと来週全曜日ソールドアウト。全公演ソールドアウトということであります。はい、や。行けなくなりました。なので急遽犬くんの長ズボンが長ズボン購入して、同じ長ズボン購入させていただいて、またさっきのドレスコードで止められたビルに挑戦しに行きます。来ました、ツインタワー。ツインタワーがこれです。一番よく見えるとされるバーに、実はさっきここのエレベーター登るときに、なんか変な、あ、変なね、アラブ風の、はい、貴族に絡まれましたね。貴族みたいな声かけられて、危うく違う場所に拉致されてましたね。拉致されてなんか仲良くなって、どっかのビル作ってるって言ってた。そこのね、この建設あれですね、あのビル建ててる、あ、これ、はい、オーナーらしいです、すごいよくしてくれてすごいよくしてくれましたね。友達になった。だから深夜さん、タバコ吸わないのにタバコ吸わせたんじゃないですか。ハマキのなんか大会みたいな。なんか集まってる人もただものじゃなかったね。バトケーブ。バトケーブに来ました。大仏と洞窟です。あの階段、すごい。すごいですね。あれ登らないとダメかな。あれ何階段あるんですかね。で、なんとここに野生の猿がいるらしくて。はい。僕実は小猿がめっちゃ大好きなんで。ねえ、猿がお好きなんですね。小猿探しと。小猿探し。はい、大仏と。はい。下まで来るとでかいですね。猿いる。おお、早くも。めっちゃバナナ食べてる。え、全然人を恐れない。危なくなさそうですね。うわー、この階段も結構果てしないですね。めっちゃ急だ。うわー、気をつけてください。階段にも猿いっぱいおる。おお。おお、すごい。小猿だ、小猿。
急ですね、階段。まだですね。まだ10分の1ぐらいです。こんな猿、うわすごい。結構猿持ってる。あれ多分盗まれたり。そうですね。それなんか持ち物気をつけないと。カメラ絶対死守して。わかりました。あれ絶対の見方間違ってる。間違えてますね。結構な高さまで。おお。まだ半分。帰りエレベーターあるかな？エレベーターないです。エレベーターないです。猿に襲われたら死ぬね。落ちて。危なすぎる。ツーバーストどっちが辛いですか？これ。犬くんと猿、犬猿の中だからダメじゃん。確かに。なんで犬くんっていうの？いや、柴犬が好きだったからですよ。柴犬飼ってたんですよ。で、柴犬だから、はい、自分のステージネームを犬しようと。そうです、そうです。柴犬が好きだったんで、じゃあお前犬でいいって言われて、犬になっちゃいましたね。仮に。その時のリーダーに。あ、着いた。おお。お、着きました。おお。この先何かあるんですかね、まだ。うわ。これゴールですかね。おお。シエさん疲れております。疲れました。今日は泊まろう、ここに。泊まれない、泊まれない。猿に襲われます、うん。下りは楽じゃないですか。いや、下りの方がしんどい。滑らないで、ちょっとバナナに気をつけて。うわ、うわ。ちょっと怖いですね、これ。手すり捕まえましょう。いや、降りるの怖。うわ。藤井さん、雨が降り出してきましたね。危ないですね、これは。スコールだ。ここでスコールは危ない。うわ。おお。おお。絶対階段にバナナあったら危ない。危ないですね。やばいやばいやばい。まだまだある。やばいっすね、これ。やばいですね、これ。うわぁ。やばいやばい。気をつけてください。あとちょっと。うわぁ。もう。なんとか。なんとか。なんとか成功しました。汗濡れだけど。うわぁ、間一発ですね。いや、ギリギリ間に合ってなかった。間に合ってなかった。風邪ひくじゃん。はい、行かない行かない。オディバのシェイクを買いました。スタバみたいなやつ。 BTS のカフェラテと、おドラえもんのなんかを買いました。駅地にご飯を食べに来てます。林中華に来ました。すごいとこ来ましたね。シエさん、中華じゃないかもしれないですね。魚屋さんですね。魚屋さん、はい。なぜか今日はここで食べることになりました。シエ、はい、さん、こういうローカルフードは食べれるんですか？ちょっと得意ではない。犬おー、
そば。なんか食べてますね。ついに目的地のガクト山地に到着しました。遅くなりましたね、今日ね。結構遅くなった。夜ですけど、ちょっといるかいないかわかんないですけど勝手に突撃しますくらいですね。ないですか。くらいですね。ありますね。ありがとうございます。